ブリュノ・デュモンはフランスの映画監督。1958年3月14日、フランドル地方の町、バイユールで生まれた。1993年のパリ、1994年のマリエイ、フレディの2本の短編映画を経て、1997年にジーザスの日々で長編映画監督としてデビュー。自身の故郷バイユールを舞台に、 無軌道に生きる青年の破滅へと向かう姿を描いた。同作は、第50回カンヌ国際映画祭で、カメラドール特別賞を受賞。また、同年のジャンビゴ賞も受賞した。1999年の、ユマニテは、第52回カンヌ国際映画祭でグランプリを受賞。また、主演した、演技経験のない素人のエマニュエル・ショッテとセブリーヌ、カネルにもそれぞれ男優賞と、 女優賞をもたらし、主要部門で参観という快挙を達成した。2003年の、欲望の旅は、第60回ベネツィア国際映画祭のコンペティション部門に出品されたが、受賞は逃した。同作では初めて職業俳優が起用された。2006年の、フランドルは、第59回カンヌ国際映画祭で、自身二度目となるグランプリを受賞した。二千九年の、 ハデウェイ妃は第34回トロント国際映画祭のスペシャルプレゼンテーション部門に出品され国際映画批評家連盟賞を受賞した。2011年のアウトサイドサタンは第64回カンヌ国際映画祭のある視点部門に出品された。また同作は第1回サンジェルマン賞の最優秀フランス映画賞を受賞した。2012年には俳優として ジョアナ・プライス監督のシーベリーなどの作品に出演した。2013年、ジュリエット・ビノシュをカミー・ユー・クローデル役に起用し、初めて実在の人物を描いたカミー・ユー・クローデルある天才彫刻家の悲劇を発表。第63回ベルリン国際映画祭のコンペティション部門に出品された。また、ブリュッセル映画祭では審査員特別賞を受賞した。2014年、 初のテレビシリーズとなった P ・ティット・キンキンを発表。第67回カンネ国際映画祭の監督週間部門で特別上映され、同年のガイエデュ・シネマ氏の年間トップ10では第1位に選出された。ギリシャと西ドイツの哲学に造形が深く、自身を無心論者としている。デュモンの作品はアート映画として扱われるが、 自身はとりわけ視覚芸術であると位置づけている。長回しや人物のクローズアップ、極端な感情が含まれるストーリーラインを用いる。また、多くの作品で演技経験のない素人を俳優として起用している。好きな映画監督に、スタンリー・キューブリック、イングマール、ベルイマン、ピエル・パオロ・パゾリーに、ロベルト・ロッセリーに、アッパ・スキア・ロスタミの名を挙げている。自身は、 ロベール・ブレッソンの後継者と言われている。ティム・パーマーは、デュモンの作品を、クレイル・ドニア・マリア・ドゥ・バン、ギャスパー・ノエ、ディア・ヌ・ベルトラン、フランソワ・オゾンなどとともに、現代のフランス映画として批評している。ジェームズ・クーアントは、デュモンを含むこれらの映画監督を、ニュー・フレンチ・エクストレミティと称している。ありがとうございます。